農越ケーブルネット株式会社は、富山県氷見市に本社を置き、テレビ放送、インターネット、自家集電話、IP 電話、MVNO 事業を行うケーブルテレビ局である。ケーブルインターネットサービスは、氷見ネットという名称で提供している。農越ケーブルネットは、チャンネルの変動があまりないつぼねであり、開局当初、キッズステーションは 50CH で、 スカイ A は 51CH で、お天気チャンネルは 39CH で放送していた。2000年12月に BS デジタル放送が始まり、それにより50から 54CH を、各民放の BS デジタル放送のチャンネルに使われる、ため、キッズステーションは 20CH、スカイ A は 21CH に変更となった。また G スポーツニュースの放送開始に伴い、 お天気チャンネルも 6CH に移動した。2008年11月1日に農越ケーブルネットのチャンネルが一部変更になった。このチャンネル変更では、多くのケーブルテレビ局で採用されているチャンネルや、高齢者向けチャンネル、女性向けチャンネルが採用となったほか、これまでの CA600 番台のサービスを廃止して、JC ヒッツのみのサービスへ変更になり、JC ヒッツで、 サービスされていないチャンネルや一部のチャンネルが放送終了となった。それに伴いパック製も廃止になり、すべての加入者が同じチャンネルを視聴できるようになった。買い物ショップチャンネル、QVC が CA600 番台から JC ヒッツに移動した。共用、放送大学やサイエンスチャンネルが移動したほか、パック製が廃止したためデジタル加入者すべてが視聴可能になった。 このうち、サイエンスチャンネルは、子育て支援、サイエンスチャンネルを終日放送していたが、2008年11月30日24時の時点で放送終了となった。この日付以降は、ファッション TV を放送していた。口述参照のこと。スポーツ新たに、J スポーツ1、J スポーツ2が加わったほか、スカイエースポーツが、パックチャンネルから、ベーシックチャンネルへと移動した。 ドラマスーパー。ドラマ TV がデジタルのベーシックチャンネルに加わった。また、時代劇専門チャンネルは放送継続となった。映画新たに日本映画専門チャンネルやザシネマが加わった。また、V パラダイスがパックチャンネルからオプションチャンネルへと移動になった。総合エンターテイメントテレ朝チャンネルがオプションチャンネルからベーシックチャンネルの移動となった。だが、 多くのケーブルテレビ局で採用されている TBS チャンネルの放送を終了した。また、モンド21と旅チャンネルが JC ヒッツから移動してきたほか、パックチャンネルからベーシックチャンネルに移動した。しかし、JC ヒッツではモンド21と旅チャンネルの単独放送を行っていないため、旅、モンド21チャンネルとして配信している。ララ TV や、 アジアドラマチック TV ソネットといった女性向けエンターテインメントチャンネルも積極的に放送するようになった。音楽新たに火曜ポップスチャンネルが加わった。アニメ今回のチャンネル変更では幼児子供向けチャンネルを全く採用されていない。したがってカートゥーンネットワークやディズニーチャンネル、トゥーンディズニーが放送されていない。ニュース朝日ニュースターがパックチャンネルから ベーシックチャンネルへと移動した。しかし TBS ニュースバードが放送終了となり、前述の TBS チャンネルの2チャンネルが姿を消した。それにより、TBS の CS 放送局はすべてのチャンネルが視聴できなくなった。趣味食と旅のフーディーズ TV が JC ヒッツに移動してきた。また、以後、将棋チャンネルと合わせてパックチャンネルからベーシックチャンネルに移動した。 ドキュメンタリーナショナルジオグラフィックチャンネルがパックチャンネルからベーシックチャンネルへ移動した。しかしディスカバリーチャンネルやアニマルプラネット等の人気チャンネルは採用しなかった。公営競技新たにレジャーチャンネルの放送がデジタルのオプションチャンネルとして開始したがスーパーゲートボールなどの無料番組は別途契約をしない限りは視聴不可能である。アダルト、ノーエツケーブルネットでは アダルトチャンネルの放送を行っていない。2008年11月1日から各エリアでデジタル放送を開始した。特に、ヒミチャンネルはアナログの時よりもデジタルの方がかなりが質が良くなった。また、同日より番組のタイムテーブルが一部変更になった。ヒミチャンネルでは、土曜、日曜14時 -15-00、15 00毎日5時 -8-00 までフィラーとして、 放送していた朝日ニュースターの番組枠が、モールオブ TV へと変更になった。また、白衣チャンネル、鈴チャンネルも朝日ニュースターの放送が別番組に変更になった。白衣チャンネルではすべてモールオブ TV の放送に切り替えられ、鈴チャンネルでは日経 CNBC の放送に変更となったが、2008年12月1日から、日テレニュース24の放送に変更となった。 現在では、アナミズチャンネルでも、日テレニュース24を放送している。また、各、コミュニティチャンネルの番組は原則毎週日曜日に、更新される。姫チャンネルは、富山県、ケーブルテレビ協議会の参加局のため、富山県内全域で放送される番組を、同時放送している。ヒ氏は豊田合成とレフェルサの、純フランチャイズのため、 各情報番組やハンドボールの試合ではたまに試合を見かけることがある。富山県ケーブルテレビ協議会参加局なので県内各地のケーブルテレビ局制作の番組の一部を放送している。基本的に6時から放送を開始して24時に放送を終了する。過去に22時で放送終了だったこともあった。また番組との合間、または 放送を終了している24時6時の時間帯には、秘見市の各課からの文字情報を放送している。このチャンネルの番組のタイムテーブルは、曜日によって異なる。番組のタイムテーブル、秘見市行政チャンネルでは、2つの主番組、再放送番組、サイエンスチャンネル、行政ニュースファイルの番組から成り立っている。特に、2つの主番組の放送時間は、日、日、木曜そして月、 水、金、土曜日と異なる。この番組枠の放送時間は、6時、9時、19時、22時と、7時、10時、20時、23時であり、曜日ごとに放送時間が1時間ずれる。再放送番組では、独自制作分が、8時、11時、14時の3回で、NHK 制作分では、13時、21時の2回放送される。 サイエンスチャンネルでは15時18時30分まで放送されているが2008年12月1日よりスカパーでのサイエンスチャンネルの放送局である子育て支援サイエンスチャンネルが放送終了により懐かし音楽グラフィティ B v 競馬へと放送局が変更になったそれにより放送局側がサイエンスチャンネルの放送開始時間を変更したとき 放送を取りやめにして別番組を放送することもしばしばあった。しかし2009年4月1日からサイエンスチャンネルの夕方の放送時間が18時に変わったので4月は秘密行政チャンネルでのサイエンスチャンネルの放送がなかった。しかし2009年5月1日からサイエンスチャンネルが別のチャンネルに移動し 15時18時30分までの放送に対応する時間帯に変更したことから同日より秘密行政チャンネルでの放送を再開した。行政ニュースファイルは6時30分、7時30分、8時30分、12時30分、18時30分、19時30分、20時30分、21時30分、21時30分、22時30分、 23時30分の11回放送している。過去には行政ニュースファイルではなく、秘密の PR らしき番組に差し替えられたこともあった。その後、行政チャンネルの1週間の番組予定、その後、高岡地区広域圏のお知らせが流れる。その後、文字情報が次の番組が放送されるまで流れる。過去には行政ニュースファイルの終了後に秘密エリアに、 北陸朝日放送のデジタル放送開始を告げる CM と山県ふるさと CM 大賞の受賞作品などが放送されていた従来の地上アナログ放送では11チャンネルであるデジタル放送の番組名も情報チャンネル11であるがチャンネル番号は異なる画面左下の L 字型の情報バーには氷見市内の天気やニュース各企業の広告などが流れる 右上の画面には16に分割された画面に各チャンネルの映像が流れている。時刻がちょうどになると奥闇情報に切り替わる。16に分割されたチャンネルの配列は上から 17CH、18CH、22CH、31CH というようにオプションチャンネルが並んでいる。続いて 34CH、20CH。 36CH、37CH 36、38CH 37、47CH 38、40CH 47、41CH 40、42CH 41、43CH 42、44CH 43、46CH 44 46という風うに、石川県の民放を除いて、チャンネル番号順に並んでいる。しかし、本来 20CH は 35CH、47、 CH は 39CH のはずなのに、なぜか、このような形となっている。主に、白衣エリアは、白衣市、鈴エリアは、鈴市の情報を24時間放送している。ヒミチャンネルの番組ヒミ市行政チャンネルで、放送の番組白衣チャンネルで、放送の番組鈴チャンネルで、放送の番組,の番組穴水チャンネルで、放送の番組ヒミチャンネル、白衣チャンネル、鈴チャンネル、 アナビズチャンネル共通の番組ここでは4つのコミュニティチャンネルで共通に制作されている番組を記載しているが必ずしも全チャンネルで放送しているとは限らない。ヒミチャンネルで放送終了した番組ヒミ氏行政チャンネルで放送されていた番組白衣チャンネルで放送終了した番組鈴チャンネルで放送終了した番組ありがとうございます。